こんにちは。今回は一般に海道と呼ばれる花海道の秋の剪定についてお話しします。春4月頃開花する木ですから、9月頃ですともう来年の花芽は分化していると思います。花芽をなるべく失わないように剪定しましょう。海道は毎年あるいは1年おきぐらいに手入れをしていればそれほど茂る木ではありません。切る箇所も少ないですし、剪定も簡単なのでチャレンジしてみましょう。徒長枝は付け根で切るか、あるいは外側に向いた小さな枝に切り戻します。徒長枝を途中で切るのはやめた方が良いです。逆さ枝などの忌み枝になっている徒長枝は特に早めに取り除きます。くねくねと曲がった枝ぶりも海道の持ち味ですが、あまり極端なものは切り取りましょう。
来年の春の花が楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。